3ヶ月前に打ち上げられたペダン星調査ロケットを地球の侵略行為と誤解したペダン星人は地球への復讐を宣言してきた。ペダン星人への対策会議のために世界各国の科学チーフたちは急遽六甲防衛センターへ招集された。会議が開かれんとするその時、防衛センター前に突然謎の飛行物体が現れた。合体を始める物体、なんとその正体はペダン星人の操るスーパーロボットだったのである。センターを破壊し会議を妨害しようとロボットは防衛センターへと迫る。何としても会議は成功させねばならない。北米の科学チーフたちは危険は承知の上で防衛センターへと車を走らせてきた。ミッション失敗。センターを破壊し会議を妨害しようとロボットは防衛センターへと迫る。何としても会議は成功させねばならない。北米の科学チーフたちは危険は承知の上で防衛センターへと車を走らせてきた。不意になるやロボットは再び分離し、いずこかへ飛び去っていった。その後対策会議は無事に進行し、対ロボット用の新兵器も着々と開発されていた。数日後ロボットは神戸港に再び姿を現した。破壊の限りを尽くしながらロボットは神戸の町へと近づいてきた。ペダン星人は侵略に対する報復という大義名分を金繰り捨て、この地球を我が物にせんという野望の実現に向けて行動を開始したのだ。
対ロボット用新型兵器はすでに完成し、防衛センターからここへ向かって運ばれている。到着までに神戸の街に被害を出すわけにはいかない。R30 を乗せた車が神戸港に到着した。新型兵器の力によってロボットは木っ端みじんに破壊された。司令船もセブンの手によって破壊され、ペダン星人の侵略計画はここについえた。こうして地球の平和は保たれたのだ。